1999年、まさに今から10年前になるんですけれども、関わっていたあの設計事務所が、ちょうどその光の館、ジェームス・タレリーの光の館を自治設計やっていたので、でそれがきっかけで、その越後妻有アートトリエンナーレっていうのも知ったんですね。測量したり、何もないあの藪の中をこう、なだで刈って入っていったりするような、そんな作業もやったりしながら、あの地元の風景なんかも、なんか信号機は縦だし、あの屋根の民家の屋根の傾斜は激しいし、なんかすごいいるだけで面白いななんていうのをすごく覚えていて、でそれからまあ何年かやっぱ面白いイベントだったので注目はずっとしていて、で今年改めて、あさっき木村さんからあの横浜トリエンナーレの話があの出ましたけど、僕もその去年横浜トリエンナーレがきっかけで、あの実際美術的な活動をやっていたり、そのパルっていう活動を始めたりっていうのもあったりするんですけど、その活動の延長で今年はそのメンバーでツアーを企画して、越後妻有にあのじっくりその遊びにっていうか、まあ遊びにですね、あの行ってきたわけなんですけれども、その10年で町自体がものすごく変わったなというのがすごい大きな感想でした。それはもう単純にその例えば原宿駅とか JR 都内の JR の駅構内に越後妻有アートトリエンナーレ2009ってポスターがこう貼られているっていうこと自体、あのすごいことだと思うし、あるいは JTB さんがそのツアーにもう越後妻有アートトリエンナーレのツアーが組み込まれているっていうのもちょっと驚き、もう9年前にはそんなことはとても考えられないようなことだったので、それぐらいこう町に対してこう、まあ、随分浸透してきてるイベントなんだなっていうのをあの実感しました。それで、まあ、せっかくなんであのダイジェストでちょっといくつか、まあ、ツアーで回ってきた写真を見てから、ちょっとここの10年間とかっていうのをあの振り返っていきたいと思います。塩田千春さんの家の記憶っていう作品で、これはまあ空き家をあの使ったプロジェクトですね。この糸をこう家の中に張り巡らして、こうすごくあの幻想的な雰囲気が出てたり、これは2006年からもう設置されてるあのクリスチャン・ボルタンスキーの最後の教室ですね。これはもう小学校丸々をあの使った作品で、あの壮大な、行かれました？行きました。怖かったです。私はのメンバーの中でも賛否両論ある作品だったんですけど、私はちょっと怖くって、真っ暗だったり心臓の音が聞こえたり、干し草の匂いが結構強かったりとかしていて、私の学校がこうだったら嫌だなって、いいじゃないみたいな、そういう言い方をしながらですね、のだって廃校真っ暗なんだよ、嫌じゃない自分の小学校だったら、いやそんなことないよとか、そんな感じのことを話しながら回りました。そうですね、なんか目玉作で来場者数もすごく多くって、あの壮大なあのスペクタクルなんだけど、ちゃんとこう出てきたところにはあのお土産が売ってあるっていうような、そういう現実感もまた合わせて楽しめた作品でした。でこの作品に関してはクリスチャン・ボルタンスキーとあのジャン・カルマンって方が共同でやってるんですけれども、そのジャン・カルマンって方はその動線なんか、その何て言うんですか、こうルートを歩いていくと、こういうアミューズメントのなんかその演出なんかを専門とされてる方で、その方との共同でこういったまあ大きな空間を作り上げた作品だったりする。ピスルイエといって、まあ、これも古い民家をあの使った作品なんですけど、柱に彫刻刀でこう切りひたすら削ってましたね、どこもかしこも。それで泊まれるんですよね。泊まれるんですね。地元のおばちゃんがそこのハンコをしてくれたりとかご案内してくれるんですけど、毎日ねここの掃除をして止めてね、忙しいんだけど楽しいのよって、今日は学生さんが来てくれてとか、学生さんに着物浴衣着せて踊りに行くっていうからやってあげたのとかって、そういうことを話してくれて、地元の方が学生さんがやってるプロジェクト、日大でしたっけ、学生さんがいっぱい来て一緒にやっていけることを喜んでるなっていうのがすごく伝わってきて、
そういう意味でいいな、下駄までこんな作ったりとして、なんかかなりこう例が細かい、ちっちゃいブツブツがいっぱいあるみたいで、うわーって思ったりもするんですけど、プロジェクト自体は地域に溶け込んでいて成功事例だなと思いました。レイは、これもまた小学校丸々使った作品なんですけど、田島正蔵さんって方の作品で、まあ、絵本からこう実際にその空間を作っていったっていう作品で、これも3人の生徒でしたっけ、最後の3人の生徒を主人公に絵本を作って、うん、それを実際にここに作ったんですよね。相当なんか見ていて楽しい、規模としてはかなりこう学校全体を使ったっていう点では、先ほど のボルタンスキーの作品とかと大きな規模としてはなんか比較できるのかなと思うんだけど、様子としては随分とこう違った楽しみ方っていうか。で一方でこれ僕すごく印象に残ったんですけど、川西町の山の方にある西尾宮さんっていう方の作品で、これはまあ田園風景の中に大きな家族作品がスクリーンでこう設置されてるんですね。で寄っていくとですね、ちょうどこう風景と重ねて後ろが透けるようになっていて、でこれは家族写真のように見えるんだけど、ちょっと見にくいですかね、こっちに本当の昔撮った写真があるんですね。それをその時を経て今同じ服を着て再現してるっていう作品です。アントニー・ゴームニーのもう一つの特異点という作品です。これはまあ民家の中、これも民家を使った作品で、こうやってワイヤーというかロープというか張り巡らされている作品ですね。これすごくこうラインがこうランダムに走っているように見えるんですけど、よく見るとちょっと写真だと見えにくいかもしれないけど、人の形が浮かび上がってくる。これがですね、その近くにある作品なんですけど、石塚さやかさんって方のぬかの芽っていう作品 でどういった作品かというと、こういうふうにこう何か垂れてるんですけど、これは何かっていうとお米なんですね。お米がこうつなぎ合わさっていて、その空から天井からこうだらだらと降っているのか、なんかで途中にその器だったりおちょこだったりっていうのもこう浮いてたりするんですよね。石塚さんは小蛇隊出身のアーティストですよ ね。小蛇をやられてた方なんですけど、その地元のこの土地柄に共感を得て、で移り住むようになって、でいつの間にか作品制作をするようになり、で2009年の作家になっていたという。